はい、こんにちは。車市場マニアのタコンです。前回の内外装編に続いて今回は DS3 試乗編になります。まずですね、エンジンルームをチェックしていきたいと思います。エンジンが、ないですからね、モータールームですかね。この、E-TENSE については完全 EV になります。ちゃんとエンジン、カバー付きですね。剥き出しではないのがいいと思います。スペックは後ほど確認します。では行きましょう。はい、では早速乗っていきましょう。前回のですね、内外装編でも感想を言いましたが、フランスの高級ラインの DS ということで、とにかく内装、そして外装もおしゃれですね。日本車、そしてドイツ車にはない世界観を持っているなと思います。こちら今ヘッドアップディスプレイの、オンにしている状態ですね。で、DS3 E-TENSE起動させます。EV なので当然無音ですね。ここら辺はやっぱりガソリンと違います。エンジン音が、しないのでちょっと慣れないですね。でもやっぱり乗ってみるとですね、静かでいいもんですね。ゆったり乗ることができると思います。さて走り出しはどうでしょうか。今コンビニから右折で出ようとしているところですが、この走り出し、踏み込んでいきます。なるほど、超スムーズですね。ここら辺が本当に違いますね。そして足もしなやかなセッティングです。上品な感じがしますね。結構足動きますね。やっぱりこれがフランスの高級ラインということでしょうか。乗り心地は正直かなりいいです。さて前が空いたので加速の方は見ていると、おお、結構力強い加速しますね。これは不満ないです。いや、むしろスムーズですね。スペックは136馬力 260Nm ですが、ちょっとそれ以上の体感がありますね。これはなるほどなるほどですね。私はですね、基本的にもうエンジン大好きなんですけれども、今回この DS3 に乗ってみて、やっぱりこの EV 乗るとですね、 EV の良さっていうのがあるなぁと改めて感じます。内燃機関の味わいとは違う世界観ですよね。そしてですね、この世界観、数年後には EV の時代が来るぞと思わせるものが、やっぱり運転フィーリングいいですね。EV のスムーズさと、加速のしやすさですかね。ここら辺についてはこの高級ラインと相性はいいのかもしれないです。こういった十分広い道ですごく気持ちよく乗れますね。でこの先はですね、高速道路に、なっていますので、そこへちょっと向かいたいと思います。でですね、こういった郊外の広い道路に乗っているとき、前に上り坂見えますけれども、登ってっても全く問題ないですね。おそらくそのスペックというところのトルクというよりも、モーターのやはりスムーズさが効いているなというふうに感じます。多分同じスペックのガソリン車
に乗った時とは多分こういう風にならなくて違いがあると思いますね。ここら辺が、まあ、EV が流行る理由になるのかなという風に思ってます。それにしても改めて内装綺麗ですよね。この白レザーと各内装のモニターとか操作ボタンとかそういったデザイン、よくこの形状思いつくなと思いますね。押しやすさとか見やすさ、まあ、当然見づらくはないんですけれども、そういったところの観点とはまた違うですね、このレイアウトだからこそ感じられる、まあ、優雅さというか、そういったものがやはりこのフランス車 DS にはあるのかなって乗ってみて感じます。はい、それでここ進んでいくと左側に高速の合流があるので、そちらに入っていきたいと思います。今まで EV で試乗をお届けした中で、高速はないので、ちょっと私も楽しみにしてます。はい、ではここから高速に乗りたいと思います。ちょっと踏み込みたいですね。楽しみです。タコーン DS3 E-TENS 出るっていう感じですか。ちょっと皆さん分かりますかね。ガンダム風ですけどね、ちょっとなんかそんなセリフも言いたくなったりするような、乗り心地ですね。皆さん今音はですね普通に消してないんですけれども、本当に静かですよね。だいたい43キロで今流していますけれども、その時の走行音は本当にタイヤの音とか少し風切り音が入るぐらいで、室内非常に静かです。なので、まあ、会話もしやすいのかなと。でちょっと試乗車、ETC ついてないので券を取ってここから高速レーンに乗っていきます。いよいよですね、踏み込めますかね。どこら辺まで踏み込めるか、当然安全運転で行きたいと思いますが、はい、合流来ました。一気に、おお、やっぱり加速スムーズですね。あっという間に100。なるほど、このスムーズさはスペックからすると、その136馬力260ニュートンメートルということで、おそらく120キロとか130キロ以上の領域になると伸びないと思いますが、低速域の扱いやすさ、そして高速の合流での加速については全く問題ないですね。そして乗り心地もいいので、これはファミリーユースだったり、自分で優雅にちょっと運転してお出かけしたいとか、そういった時にかなり使える車じゃないかなというふうに感じます。まあ、加えて内外装が特徴的でおしゃれだということで、こういったところで、まあ、商品力というか車としての魅力があるように思いますね。はい、じゃあちょっと走行レーンにチェンジして、進んでいきますが、やっぱレーン変更も非常にスムーズにできますね。車体がしっかりしているのが分かります。ここら辺の基本的にしっかりしているのは、まあ、シトロエンの高級ブランドに派生した DS ならではということかもしれませんが、DI 業マンの方とお話ししたところで分かったのは、やっぱりフランス車、まあ、DS というのは、まあ、ドイツ車と違ってですね、例えばサスペンションを可変にしたりとか、電子制御でかなり運転のフィーリングを、車が操ってくれるといったような、チューニングをするのではなくて、車本来の乗り味セッティングとかを素直に表現していくっていう、まあ、アプローチをとっているということでしたので、まあ、これが素直な DS3 の乗り味なんだろうなというふうに思います。で、乗った時に先ほども言いましたけど、かなりサスが動くようになっていて、乗り心地はしなやかなのは間違いないですね。しなやかさで言うと、よく猫足と呼ばれている、プジョーですかね。
陸上よりは少ししっかりしていますけど、やはり乗りやすい方だなというふうに思います。先日プジョーの、試乗もしましたけれども、プジョーはですねかなりしなやかな足だなというふうに感じました。で、あとですね、走行モードがスポーツモードとノーマルモードがあって、まあ、あとエコーモードもありますけれども、スポーツにして走りますけれども結構変わります。運転の感覚がモーターに流れる電流がかなり増えるものですけれども、低速からの加速感がかなり力強いものになって、アクセルの回路に対して加速が鋭くなりますね。まあ、その分、充電時間が減るみたいですけれども、この基本的に普段使いで満充電にしておけば走行距離はかなり問題ないのかなというふうに感じます。スペック上の走行距離は満充電で400キロですね。これ実際走ってる感覚だとエアコンとか走行の踏み込み具合によってだいたい350キロぐらいになってくるかなと思います。あと EV なので、寒い冬の時期になると走行距離が少しまた落ちますので、320キロぐらいが実力値になるのかなと思いますが、意外と普段使い、あとは150キロぐらいの片道なのであれば、普通に問題なく移動できるのかなっていう感じですね。あとはやはり他の EV でも同じですけど、充電ステーションがどこまで増えてくるかというのがポイントですけど、今各メーカーこぞって EV 出してきていますので、それに伴ってインフラが追いついてくることを祈っています。で、最後に価格ですね。価格はこちらの D3 クロスバック移転数で540万円からということで、補助金なども回りますし、あとは住んでる地域によっても補助金があるので、また購入価格は変わってくると思います。で、以前このチャンネルでも紹介したマツダの MX30EV の方も、価格500万円でしたので、だいたい合ってくるのかなというふうに思います。日産のリーフはもう少し価格を抑えられていますね。あとはフランスの高級ラインという DS についてこの価格がどうかということですけど、かなり車いろいろ試乗させてもらってる身からすると、正直言って唯一無二感、この DS3 でしか感じられない、醤油の喜びっていうのは、あるなというのが分かります。あとはどこら辺までスペックを求めるかということによって、例えば BMW の、電気自動車系に持っていくのか、レクサス、トヨタ系の、プラグインハイブリッドに行くのかっていう選択肢はいろいろありますけれども、なんせ500万を超えてくると車の選択肢がね本当に増えてくるので、めちゃめちゃ悩ましい、嬉しい悩みかもしれませんけれども、そういうのが出てくるなって改めて思いますよね。はい、というわけで今回はフランスの高級ライン DS の3クロスバックをご紹介していきました。これからもですね、車の見学試乗、そして車の小話などしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。では皆さん、良いカーライフを。